村です。今回は一冊の本を紹介したいと思います。ということでこちら、京大主席合格者が教えるやる気と集中力が出る勉強法です。でこれはね、前コラボをした、というかしょっちゅうコラボしている久米原さんが書いた本です。で、内容を、読みました。非常に良かったです。でこれがこの動画で言いたいことなんですけど、まあなんというかね、内容がね良かったんですよね。で何がいいかっていうことなんですけど、非常に実践的でした。明日から使える勉強のテクニックみたいなことがすごくまとまってる。多分久米原さんこれ書くにあたって全部出し切ったんじゃないかな、自分の持ってる情報を全部出し切ったんじゃないかなと思います。一切出し惜しみしてないと思います。多分出し惜しみしてるんならばこんなに書けないと思いますね。はい、だから、これぜひ、いいと思います。なんだったら立ち読みでもいいって言ったら久米原さん怒ると思うんで、できれば買ってほしいんですけど、なんだったら立ち読みでもいいと思う。でいろいろこうパーッと見てみて、目次見て、あこういう情報があるのか、よしこれやってみようって言って気になるところからやっていけばいいと思いますし、まあ全部一通り試してみたらいいと思いますね。非常にいい本でした。でまあちょっと勉強法に関しては僕はこの本よりもいい本書くのはちょっと大変だろうなっていうふうに思いましたね。非常にいい本でしたっていうふうに言うと、なんかステルスマーケティングかよって言われるんですけど、これはステルスマーケティングではありません。ダイレクトマーケティングです。はい。まあ久米原さんからこの本ももらったし、動画で紹介してくれって言われたんで、紹介したっていうところなんですけど、ダメな本だったらダメって言います。でもダメな本だとは思いません。勉強に関する本っていろんな本があるんですけど、なんかそのメンタル面だけみたいな、っていう本結構多いんですよ。で、勉強のメンタルみたいな、勉強は受かることをイメージして潜在意識に働きかけみたいなことを言ってる人はいるんですけど、でもそれって実践的じゃなかったりするんですよね。明日から使えるかっていうとそうじゃなかったりもするんですよ。でその点で言うと、この本は明日からどころか今日今すぐこの瞬間から使える情報が盛りだくさんで、どれもちゃんと科学的根拠とか、俺はこうしましたとか実体験とかそういうものに基づいて書かれてて、で、とりあえずやってみるかって言ってできるテクニックが目白押しです。でしかもプラスアルファとしてメンタル面もちょこっと書いてるんで、この本は比較的最強に近いんじゃないかなと思います。なんかアマゾンで1位取ったりとかして、結構売れてるみたいですね。なのでぜひ、この本手に取ってみて、やってみるといいんじゃないかなと思いますね。はい。まあ久米原さんは立ち読みでもいいとか言ってたんですけど、僕は買ったりもいいんじゃないかなと思います。だってこれテクニック多分100個以上載ってると思うんですけど、これ1200円プラス税なんですよ。消費税が今 8% だから、まあ約1300円だと思うんですけど、1300円払って、100個の勉強のノウハウ手に入るとするなら1ノウハウあたり13円なんですよ。13円だったら払っていいでしょ。でその13円で勉強の効率が 10% でも良くなるんだったら儲けもんじゃないですか。だからまあ買ってもいいんじゃないかなと思うし、まあ買わないんだったら買わないで、いいと思うんですけど、立ち読みはした方がいいと思う。本屋で見つけたら立ち読みしてみてください。で気に入れば買ってみてください。はい。ということで、今回はね、この本紹介させてもらいました。ぜひ皆さん、よければ、手に取ってもらったらいかがでしょうか。ということで今回の動画はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。いやー久米原さんはねいい本書きますよ。普通こんなに情報詰め込まないです。で、こんなになんで情報詰め込んだのって思います。世の中には悪い本の書き手さんもいて、あんまり内容がないにもかかわらずバッカバカ本を売るっていう人がいるんですよ。でとにかく書きゃ売れるって言って書きまくる、で一冊あたりの内容はない、そういう人ってのは結構いるんですよね。いるんですけど久米原さん違いますね。これ本当はこんなに情報を詰め込まなくていいと思う。久米原さんとしては多分損してると思います、多少でも。情報めっちゃ詰め込んでてめっちゃ売ってますね。これだけ情報詰め込めばこれは売れるわなっていう感じですよ。で内容もね非常に気になる情報が目白押しで、自分の電話番号が言える人は東大に合格できるとか、朝3回目の復習しましょうとか、アウトプットの具体的なやり方とか、テスト前に掃除したくなるのはなぜとか、一問一答バトルとか、鉛筆集中法とか、
お風呂は最高の勉強スペースとか、知ってるとやってると大違いとか、なんかもうちょっと気になるじゃないですか。でそういうことがいろいろあって、これはね、まあ、あえて言うならお買い得ですね。で僕はこの動画を作ることによって1円も得しません。まあ YouTube で動画投稿してそれで広告が入ってくるってのはあるんですけど、久米原さんから僕は何も、お金的に得するってことはないです。ないですが、純粋に紹介したかった。であと久米原さんから紹介してくれって言われたので紹介しました。ぜひね、これはあの立ち読みでもいいし、何だったら買ってもいいと思うので、手に取る価値が十分あります。本屋さんに行った時はぜひ忘れずにこれ見てみてください。で気に入らなかったら本棚戻せばいいじゃないですか。で気に入ったら買ってください。今後もこういう勉強に役立つ情報をいろいろ配信していきます。よかったら、ね、行動を起こしてください。篠原の言ってること間違いないな、正しいなと思ったら行動してみてほしいし、違うなと思ったらやらなければいいんですよ。ぜひね、行動するということをやってくれたら嬉しいです。ということで今後も勉強に関する情報、ノウハウを紹介していくので、よかったらお付き合いください。また次回会いましょう。現在成績が上がる冊子を無料でプレゼントしています。勉強しているのに成績が上がらない、いまいち勉強するやる気が出ない、そんなあなたに効果的な冊子です。動画概要欄の URL をクリックし、登録フォームから篠原に教えてもいいメールアドレスを教えてください。プレゼント冊子とメールマガジンをお届けします。ではまた次回お会いしましょう。